こんばんは。今日はシンビジウムを描きたいと思います。黄色のシンビジウムを描きますね。まずは咲いているお花から描いていきます。少しランダムな感じで描きますね。つぼみも入れておきます。続いて中心に赤く円字のような模様を描きます。そしてこの円字の中心部に白を持ってきます。そして額ですね。最後に勢いよく葉っぱを描きます。少し濃いめの葉っぱも入れますね。最後に落款を入れて
書き上がりました。